はい、良い子の皆さんこんばんは、政局ウォッチナウです、本日はですね、元内閣総理大臣秘書官の小野次郎先生に、お話、内閣改造のお話を伺いたいと思います。小野次郎先生よろしくお願いします。はい、こんばんは、小野次郎です。はい、私と小野先生よく話してる、あまりご無沙汰ではないですはい、いよいよ安倍内閣、またこの第4次改造内閣が発足しましたけれども、内閣改造、今回の内閣のですね、まずポイントなど小野先生どのようにご覧になっておりますでしょうか。私も足掛け5年総理秘書官やって、なんとか、いわゆる小泉内閣の中の内閣改造とかね、選挙後の組閣とかって見ましたけども、そういう、10年ちょっと前の出来事の常識っていうのが今回はあまり、参考にならないような、内閣改造だったなと思ってます。はい、その参考にならないっていうのは、私たちが今回大変驚いたことが先生あったんですよね。まずなぜその私の経験エピソードが参考にならないかっていうと、その内閣改造は昨日だったわけじゃないですか。はい、ところが我々は一昨日のうちに見たいわけじゃないんだけど、いろいろこうスマホやテレビにもこうテロップが流れてボンボン大本営のようにね。でだからそれは本当にその総理大臣発表の人事なのか、それともそのマスコミがそういう情報を取ったから流してるのか、よくわかんないまま結局全部のメンバーが分かってしまって、メンバーで全部の閣僚名簿が分かってしまって、だから内閣改造をやった当日の昨日にはね、もうすでに誰が教えたのか教えてないのか、誰がリークしたのかわかんないけど、結局閣僚名簿が全部出てたってことなんですね、世間に。はい、これが非常に私としてはちょっと様変わりしたなっていう感じがしましたね。やっぱりこれは先生の経験からやっぱり、ひすれば花じゃないですけれど、なんというんですかね、こんなにボンボン漏れるっていうのはやっぱり記憶にない感じですか。ちょっと古いエピソードになりますけどね、組閣の 日の朝になっても、全然、テレビにも新聞にも閣僚入閣予定の人の名前が出ない、組閣があったんですよ。で私は朝お迎えに行ってですね、総理大臣を、で総理の車に横に乗ったらですね、総理が靴の紐を結ぼうとして前かがみになったんですね。そしたら胸の内ポケットに入れてた紙がピラッと車の床に落ちたんですよすごい映画みたいですね。それであれと思って見たら、黄色だったかピンクだったか忘れましたけど、要するにその新聞に折り込みチラシになってるスーパーのチラシみたいなやつだったんです。その裏が白いじゃないですか。裏のとこに財務とか外務とかってこう手でこう書いてあってですね、それ小泉総理が自分で手で書き込んでる、その折り込みチラシみたいなの。しかもそこに人の名前書いてあるので、それをまた自分で線で引いてですね、別の人の名前書いてあったりするわけですよ。すごい生々しいですね。それ20人近く書いてあるから、一瞬にして僕は名前見れたわけじゃないんですけども、そういう体裁のものがポロッと起こったわけですよ。僕も冗談半分に、それ清書しましょうかって僕は言ったんですよ。手書きじゃちょっと汚いから。そしたらさすがの小泉総理もちょっと慌ててですね、いいと、触るなと言ってね、それでその清書してもらうタイミングになったら頼むから、それまでは見るなってか触るなってことで慌てて内ポケットに戻してましたけど、何を言いたいかというと、それがもうその組閣の日の朝の、9時とかぐらいですからね。ってことは、それまでその総理大臣の頭以外に秘書官ですら何も見て、誰が何大臣になるか分かんないっていう状態だったから、だから新聞に閣僚名簿が載ったのもその日の夕刊、つまりお昼過ぎに出る新聞に初めて載ったわけですよ。すごくサプライズ人事なんていうのもね、取り沙汰された時もありましたよね、小泉内閣の時は。だから総理、その入閣する方の、人事っていうのが、その遅いのと早いのとどう違うのかってことなんですけど、結局、名前出すと有名な政治家だから出しませんけども、ある方が2度入閣されてたんですね。で、
1度目はまあ、なんかまたも話戻るけども、その総理秘書官が閣僚呼び込みすることになってるし、日本では昔から、はい、で私も 4,5 人いつも呼び込みしました、はい、で他の秘書官がやっぱり 4,5 人ずつやっぱりやって、約4人の秘書官で20人近くの大臣を呼び出すんですけどね、はい、その時に何大臣になるかっていうのは言わずに、総理の部屋にお越しくださいっていうのが、まあ、しきたり だったんですよ、うん、でその今言った有名な政治家は2度入閣したんですけども、はい、2度目に入閣するときにですね、官邸に向かっている車の中で、うん、なんか前回と違うなど、前回は小野っていう秘書官から電話があったと、うん、で今回は別の経済官庁出身の方から電話があったと、うん、どう違うんだろうと思いながら官邸に来て、うん、で総理から、うん、まあ、ある閣僚ポストをお願いしますというふうに、うんうん、言われてですね、初めてその時分かったと、うん、小野さんの方は、うん、要するに内政担当の閣僚を呼び出しかけてるんだなと、うん、で2度目に呼ばれた時は経済関係の閣僚だったんですね、はいはい、あ、だから経済官庁出身の秘書官が呼び出しかけたんだなってことが分かったと、うん、はい、つまりそれは逆に言うと総理執務室のドアを開けて、うん、総理のところに入るまでですね、その有力な政治家ですら、うん、自分が何大臣になるかが分かんなかったわけですよ、うん、だから担当の秘書官が違うのはなぜなんだというふうに自分で疑問に思ってたら、うん、2度目 その総理から言われたときに初めて、あ、だから前回は小野さんだったんだって分かったと。なるほど。 ちなみにもうこれは今だから時効ですけど、そういう思いついたどなただったんですか？まあちょっと名前出す、ま、じゃあまた今度キャスでは聞きませんが、うん、先生に後で聞きます。つまり、はい、つまりそれぐらいそれぐらい、はい、要するに人事の秘密っていうのは大事だし、はいはい、まあ、総理のその人事権というのは本当にドア開ける寸前までもしその名前が漏れたりすればね、つまりその入閣する方の方が自慢して俺はなんとか大臣なんだなんて言ってそれが漏れたりしたら、総理の部屋行ってみたらポストが変わってたりすることがあるかもしれないと思うからなんですよ、はいはい、ところが今度の場合もう前日のうちにもうテレビでもガンガン流してるしね、はい、議員会館の部屋に電話がかかってきて安倍晋三ですなんて言ってるのまで聞こ流しちゃってるじゃん音声をね、はい、だから全然だからどっちが総理の人事権が強いのかっていうと、うん、ある意味ではこのもう総理から直接電話かかってくるっていうような風にした方が、うん、まあ、総理ありがとうございますありがとうございますってこう面と向かってっていうか、うん、まあ、電話越し言われますから、うん、その回数は多いと思うんですよ、うん、だけど反対にその秘書官が呼び出しかけて官邸に来てみて総理の部屋のドアを開けて総理から何とか大臣お願いしますって言われるまでね、分からないっていう方がやっぱりなんか本当にドキドキしますよね。そっちの方がなんか聞いてるとすごく密室の中ですけど、だからその方がやっぱりその総理のいわゆる権威は高いってことですよね。重みがを感じますね。なんかね、なぜかというと、そういうふうに前日までに分かってしまうと、一見すると総理の、まあ、はい、総理カードというか総理の名前が、はい、まあ、飛び交うわけですけど、はい、でも実は多分その裏には派閥のボスがいて、はい、その派閥のボスが君のことは、うん、私が押し込んだからねって言ったりね、うん、あるいは押し込んだ中でもさらに有力閣僚ポストに、うん、お願いしたからとかっていうのは別の方が自分の功績だって言っちゃってると思うんですよ、はい、俺がよく頼んでやったんだぞとかね。そうだから1万円札の価値が9000円ぐらい下がっちゃってるんじゃないかって僕は思うんですよ。なるほど、そういう感じです。はい、はい、なんかすごくだからそれぐらいどんどんなんかフライングじゃないけど、まあ、ちょっと若者の言葉で言うとネタバレしちゃってるんですよね。そうで、もっとね リアルな話言うとね、はい、これ警視庁に悪いんだけど、はい、実は総理ご自身と秘書官以外に、うん、事前に分かってるまあ、グループがいるんですよ、うん、それは SP なんです。なぜかというと、官邸に呼び込まれてきた人が、はい、官邸の、まあ、敷地に入った途端にですね、はいはい、もうその人には SP がつきますよね、はい、で SP は どの方につくかっていうのはやっぱり閣僚、例えば外務大臣の SP とか、うん、法務大臣の SP とか決まってるわけだから、はい、その方にピタッと横につくわけじゃないですか、はい、だから何度も入閣してる政治家だと、はい、その外務大臣の SP とか、うん、財務大臣の SP とか顔がなんとなく分かってるから、うん、おまた君かとかって言うらしいんですよ、うん、
ってことは、はい、引き続きお願いしますと、ESP が言えばね、うん、もうそれは留任ってことですよね、結局。まあ、SP は知っているってことですね。そう、SP の方はもう、そう思ってるわけで、うん、はい、持ってないと、だって、はい、SP がつかないまんま、はい、入ってくる政治家がいて、はい、その人が大臣で、はい、もし、まあ、誰かに襲われたりとかしたら、うん、SP の責任になっちゃいますから、うん、SP の方は、警備上の理由で持ってるわけですよ。まあ、これは本当に先生、ちょっと話が脱線しちゃいますけど、大きな衆院選、参院選の時に大物のね、幹部が入ったり、うん、総理が選挙応援に入る時なんていうのは、地元の県警もあらかじめしてますよね、日程を。うん、そうそう、ね、だから逆に言うと、はい、僕が秘書官やってる時なんかに、はい、そのニコニコとした SP が、うん、政治家に寄ってって、うん、ニコニコ SP。君が来るってことは、うん、なんとか大臣かみたいなことの会話があったらしいんですね、SP と。すごいですね、すごい。それがバレて、その SP はすごく怒られたと。で、やっぱりそれは総理の執務室の部屋のドアを開けて、総理から直接、なんとか大臣お願いしますって言われるまでは、その誰も口にしてはいけないことなのに、その SP が玄関のところでこう寄ってっちゃって、それでその君はなんとか大臣の SP だよねと。ってことは、僕はなんとか大臣になるのかっていうのを会話をしちゃったもんだから、まあいわば入試発表前にその合格をその発表しちゃったようなもんですよね、結局。いやなんでそれを、なんでそれを SP が言うんだってね、すごく怒られた人がいるんですよ。いや、これ今日の今夜のお話はすごいですね。初めてみんな聞く舞台裏といった。小野先生だから、ね、元警察官僚です。まあ、うん。両方知ってるわけですよね、その、うん、まあで。そういうことだったのと比べると、なんか、全くのお祭り騒ぎっていうか、しかもその、けじめ踏ん切り何時何分っていうか、そのどの場面で決まったのかがわからない、ダラダラダラっとなった芝居みたいなもんですよね。その、なんかいつからが本番なのか、何がリハーサルなのかわかんないみたいな内閣改造ですよね、結局。そうですね、でもそこはちょっと、まあでも SP の方はよりこういう時、人事の時もポーカーフェイスじゃないといけないってことがよくわかりました。だから聞かれても黙ってなきゃいけないと、その、はい、分かってても言うなと、うん、ニコッとしてはいけない、本当に。いや、面白いですね。なんかそういう内閣改造とかにまつわるこう面白いエピソードっていうのは、なんかこう取って出しのこうない、他には先生ないんですか？まあそれは、はい、ありますけど、さすがにちょっと、うん、ちょっと言えないね。言いづらい部分もあります。つまりその、すごくね、国民的人気のある総理大臣の下での、まあ、閣僚人事であっても、例えば特にその途中で何か不祥事だとか事故があってこう交代せざるを得ない時があるんですね、その方が辞めやがると、その後の人事っていうと結局その最初は派閥ごとにここは2人とかここは3人とかってここに割り振って決めて、まあ、どの派閥もまあ一応まあ、了解となってますけど、そういう補欠人事みたいなやつは、そのバランスから崩れるわけじゃないですか、どっかが一つ減っちゃうこともあるだろうし、どっかが一つ増えちゃうこともあるじゃないですか、だから非常にその一人だけ変わるっていう人事の時は、なんかみんなこう、まあ、微妙っていうか、心理が微妙なんですね、自分の派閥がグループが減っちゃうんじゃないかと思う人がいるし。逆に増えるっていうのもなんだそれはとこう怒るわけですよね、怒るっていうか、まあ、不満に思うわけじゃないですか、だけど総理にしてみれば内閣運営していく上でここのポストが空いてしまったとしたら、ここのポストの最適任者は誰さんしかいないって言ってその誰さんを呼んでこようとすると、その322とかなったやつが431とかになったりなんか変わっちゃったりするから、だから非常に微妙なわけですよね、その、まあ、それで結構人事がその力になる総理大臣であっても、党内的に断られたりね、あるいは辞退したり、つまりみんなから恨まれるの嫌だから嫌ですって言われたり、そういうことがあって、2点3点するケースもあるんですよ。まあ、そういう経験も 見ましたけどね、だけどあんまり、まあそれは皆さんご存命だからあんまり口にはしませんけど、名前はね、すごく義理がたくて自分から辞退された方もいたし、それからまあまあ、なりたかったんだろうけど、派閥のボスからやめとけって言われたんで、お受けできませんっていう人もいましたしね、なるほど、まあそういう、だから最初の、まあ、いわゆるこの一斉にこの今度みたいに発表したやつの時はいいんですけど、1個だけ空いた時なんて、意外と微妙じゃないですか、バランスが変わるからね、そんなこともありました。はい、
ここでちょっと先生、速報というか、訃報というか、入ってしまったので、ちょっとこちらは先生も元山梨選出の国会議員だったので、お伝えしたいんですが、本日ですね、自民党 の、 山梨1区、今、比例でしたけれども、宮川紀子衆議院議員、今、40歳が、乳がんのためにお亡くなりになりました。こちら、私も先ほどちょっと。それは何するの？今共同通信の方で、はい、共同屋さん系の方でも、はい、まあ、僕も個人的にも存じ上げてる人だから、はい、まあ、政治に対する思いは結構熱かったしね、うん、まあ、だけど人間的、まあ、女性としてもその、まあ、人間的な人だったから、うん、まあ、確か独身のまんまですよね、はい、なんかそういうその家庭みたいなものも、うん、お持ちになりたい気持ちも持っていたような話をしてましたしね、うん、だから非常に悲しいし残念ですね、うんうん、いや本当に私もいろんな思うことありますが、本当に山梨のひまわりのようなというか、まあ、元気はつらつな方でしたから、うん、本当に、まあ、まず同じ女性としても本当に心からお悔やみ申し上げたいと思いますが、やっぱり政治家ってこう命を削るというと大げさなんですけれど、やっぱり激務ですよね。だから私これ男性だとか女性だとかってことではないんですが、やはり女性は本当に大変だと思いますね。命や体は、まあ、明らかにまず参院選、真夏の夏の参院選は女性は美貌が劣化すると思いますし、うん、日に焼けますし、はい、まあ、だから山梨の政局っていうか政治情勢にもちょっといろんな波紋っていうか大きな影響が出るでしょうね、はい、うん、やっぱりその自民党としては一つのひまわりみたいな存在ではありましたからね、はいはい、うん、本当に、まあ、本当にね、先生もかつて山梨もう今亡くなった旧3区という選挙、本当に山梨の選挙区って激戦、うん、激動なんですよね。本当にだから、うん、いやもうそういうところで選挙区を守るってことの大変さ、うん、あといろんな、いろんな時代がまた流れていくなと、今もう令和ですけれども、はい、考えずにおれません。すみません、ちょっと話、はい、まあ、だからご冥福をお祈りします、はい、すみませんと、はい、はい、まあ、ちょっと、まあ、そこで話題がなってしまいましたが、ちょっとね、はい、まあ、こういった訃報も入ってまいりましたが、先生、まあ、このちょうど内閣改造の時期にですね、先んじてこう、まあ、日曜日から月曜の未明に、関東地方はですね、台風15号が接近し、大変な被害を残しました。そうだから、うん、はい、今日も千葉県ではね、そのまあ、停電とか、はいはい、水が来ないとか、ね、まだまだ、ね、はい、とか報道続いていて、はいはい、やっぱりその多くの方がこれ東京電力って民間会社 の、はい、そのまあ、回復努力に任せるしかないの、待つしかないのと、もっとその、はい、国とか県とか何やってんだよっていう声が相当出てますよね、はい、で、まあ、もっと煮詰めてっていうか、もっと突き詰めて言うと、はい、そんな時に内閣改造でお祭り騒ぎやってる場合かっていうのは、まあ、ツイッターなんかは特にね、まあ、そういった議論が、はい、はい、はい、で、ただこれ、この内閣改造の、まあ、あるもうこのね、この時期に発表するというのは前々から決まってますし、こうしたこうある種、セレモニーとかこういったものっていうのは、こう変更はこれ先生不可なものなんでしょうか。ここの辺ももっと内閣総理大臣秘書官だからこそ、うん、まあ、だからそれも足掛け5年やってるうちに、はい、いろんな、何をって言われても思い出しにくいですけど、はい、台風が来たり、はい、いろんなのがあって、はい、うん、日にちをあらかじめ、うん、まあ、何日と決めてる場合は、うん、まあ、よほどのっていうか、まあ、その全国的震災クラスでもなければね、うん、まあ、その日にちを変えるっていうのはやはり内閣としても、まあ、総理大臣としても難しいんだろうなと思いますけども、うん、ただ例えば何かそのあるどっかの役所に事件が起きたとか、うん、どっかの役所に不祥事が起きたとか、それから今度のように不祥事じゃないけども、そのいわゆるその千葉県、まあ、はじめ関東地方にその大きな
被害が出てるっていうのは、うん、あの場合ですね、そういう場合には、うん、その担当の閣僚はしばらくその仕事が終わるまで人事はしないっていうのは、うん、まあまあ、民間会社でもあり得るわけですよ、当然。みんないわゆる留任ってことですね。そうですよ、うんうん、一斉に人事異動発令するんだけども、うんうん、なんとか部門については変えないっていうのはあるわけで、うん、それはどういうことかというと、別にお役人はその下の人たちが動くわけだから、うん、あの別に大臣が変わったって同じじゃないかっていう理屈も立ちますけども、うんうん、で逆にやっぱり国民とか多くの方に対するアピールとしては、うんうんうん、やはり責任者は引き続きやりますっていうふうに言わないとね、なんかその、うん、まあその普通の一般市民がこれだけ苦労とか、あのまあ天才であのご苦労されてるのに、うん、なんかその責任者たるものはちゃっちゃと人事異動してね、なんかその、うん、着任のご挨拶とか交代のご挨拶とかなんかそんなことやってる場合かっていう気持ちは庶民の感情としては分かりますよね、はいはい、だからやっぱり私はあの絶対変わりませんと言って防災服かなんか着て、同じ大臣が、うん、あの明日も明後日も私はやりますというふうに言った方が、うん、まあ、総理大臣から国民へのメッセージとしてもね、うん、あのやっぱりみんな安心するし、うん、なるほどと思う、まあ、プラスの、あのメッセージになるんじゃないかと私は思いますけどね、うんうんうん、まあ、それを、まあ、今回はなさらなかったということですよ。それほどの、はい、まあ、深刻な被害だという認識は内閣の方は持ってなかったということだと思うんですね。さり、うんうん、まあ、とてですね、まあ、あのちょっと今日あの、まあまあ、実はまた これもなんでまあそんな分かるのかというと、また言われちゃいます。ちょっと先ほど先生にはこっそり送りましたけど、あの内閣 の 副大臣と、うん、あと政務官の、ね、ポストがね、まあ、あの待って分かって、ただちょっと夕方ぐらいまでなかなか分からなかったのが復興副大臣と復興政務官、このポストがなかなかちょっと他は全部、まあ、またまあ、なぜお前が持ってるんだと言われそうですけど、まあ、分かったりもして、まあ本当に、まあそれらの本当にニュースってことで考えると、本当にですね、まあ嬉しくて本人が言っちゃうというケースも非常にありますし、まあ派閥から漏れてくるというケースもありますし、まあ本当にあの複雑ですけれども、まああのまあこういう、まあ、復興の副大臣政務官が今回のあの関東地方、うん、特に千葉県 の、 あの被害、停電や、うん、断水の問題の担当とは私、必ずしも思いませんけどね。そうですね、そうですね、うんうん、それは別だと思いますけども、うんうん、なんか、うん、そこのメッセージ、国民に対するメッセージというかアピールっていうのは非常に弱かったなと思うんですけど、うん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 、やっぱりそれは根っこを言うとですね、はい、そのまあ電力会社被害になってしまうといけないんだけど、うん、電力会社のことになるととかくなんか行政の方はお任せになっちゃってるっていうのは 今までもあったんですね、はい、まあ、極端な話はあの東日本大震災の後 の、 その、まあ、原発被害の、はい、に対する対応でもね、一位に東京電力っていうふうに、はい、まあ、東京電力が役所の代わりみたいな存在として 見られてたわけじゃないですか。はい、でもあれを一業者と考えれば、やっぱり行政の方が東京電力にどういうふうにあのやらせるかっていうか、 あるいは東京電力に頼らずに行政がやるかっていうのが問題なのに、はい、なんか電力が絡むと電力が措置をするだろうっていうふうに言ったんですよね、はい、そういう意味ではなんかちょっとその公共機関みたいな扱いをしてるじゃないですか、電力についてはね、はいはい、まあ、そういうことがだからあの今度の場合も閣僚人事に直結するものじゃなくて、それは東京電力 の対応すべき問題だというふうに思ったんじゃないですかね、はい、だから国民からしてみればやっぱり東京電力も一民間企業なんで、はい、民間企業に任せないで役所がちゃんと対応してよっていうことだと思うんですよ、はい、私はそれはあのその庶民の感情に一理あると私は思いますよ。やっぱり官は官としてやっぱりきちっとメッセージを発しなきゃいけないと思いますね、うんうん、まああの本当にちょっと、まあ、あの本当に首都圏でこのようなあの大きい、まあ、このもう本当に千葉ってもう私たちの通勤圏なので、非常に、まあ、この大きな台風被害に大変びっくり、まあ、先生のお住まいの国立のあたりは何も大丈夫でしたか。風が強かっただけで特に目に見える被害というのはなかったと思いますけど、はい、はい、まあ、あの本当にあの、まあ、日本はあの年間通じて、まあ、震災も今年ももうすでにありましたし、山形や新潟の方、それからあの非常に
やっぱり台風被害、佐賀の方も豪雨被害がつい最近もございましたし、やはりもう本当にそういったことに目配りをしていかなきゃいけないというのは引き続きありますよね。まあ、それがその川が溢れたとかなんかだと国土交通省が出てきたり、まあもちろん県も市町村も動くんですけど、電気が停電になった断水になったと、まあ今回の場合停電ですけど、何十万件で停電してるのに、それについては電力会社の対応にお任せするっていう姿勢はやっぱり間違えてると私は思いますよ。ある程度ここはリーダーシップを発揮していかないとっていう、そう、それで電力会社何やってるかって言ったら、東北電力だとか中部電力にお願いして応援の車を出してもらってるなんてやってるわけですよね。今やってます。それって一体民間の企業としての対応なのか、なんかその電力会社グループが役所の事業をやってるみたいな感じじゃないですか。なんかそこのところはちょっとね、やっぱり国民感情とは合わないところだと思います。経産省ってなんか結局になると、ポリシーは決めるけども、現場のそういう特に復旧みたいなことになるとね、電力会社のなされるがままっていうか、できるがままに任せるっていうことで、そういうポリシー言うだけの役所なのねってことですよね、結局ね。何かやらせることができるわけじゃないってことになっちゃうんで、そこはちょっとやっぱり不満なところですね。なるほど。はい。他先生、ちょっとまあ、話また元に戻しますけど、今回の内閣の閣僚人事でこうなんかポイントでこう気づくこの人事、それはやっぱり進次郎さんですよね、はい、やっぱり皆さん注目します、まあ、進次郎さん その結婚の発表が官邸で行われたっていうのは、いや官邸っていうのは、まあ、日本の政治の一番、まあ、頂点にある仕事の場面じゃないですか、で、まあ、進次郎議員が当時、その当時ですよ、内閣の一員であったんならね、まあ、内閣の一員である場合とない場合とで違うんですけども、内閣の一員で、つまり大臣だとか副大臣だとか政務官であれば、そこは官邸のいわば、そこが職場なんですよ、だからそこの上司って言ったら官房長官とか内閣総理大臣に報告に来るっていうのは、まあ、分かるんですけど、内閣の一員でない単なる普通の議員については、まあ、職場というか上司っていうのは誰かといったら自民党のトップ、総裁、その次は幹事長、二階さんですね、だから二階さんにその、自分の結婚なんか報告に行って、二階さんから、いや社長である、総裁である、安倍総理総裁にも報告しなさいって言われたら、まあ、総理総裁のところへたまたま場所は官邸だけども来るっていうのは分かるんですよ、だけど最初から官房長官に報告に来ましたみたいな話は、なんか仕事場で、自分の仕事場じゃない上司でもない人のところになんでそんな私事を報告に来るのかっていうのはやや疑問がありましたけど、まあ、ただ今日昨日から進次郎さんが言ってましたけど、あれはまっすぐ帰ろうと思ったらそこで質問されたから答えただけで、別に記者会見の場面を、その官邸を選んだわけじゃないっていうふうにおっしゃってましたから、まあ、それは確かにそういう面もあったのかなと思いますけど、まあまあ、今回の閣僚人事のことをその報告の時点で、誰も想像しなかったかもしれませんけども、結果的には今回初入閣が多すぎてね、であるいはその大会一掃って悪く書いてるところもありました、要するに今まで入閣できなかった人を入閣させたんじゃないかっていう趣旨で書いてる新聞もありましたけど、そういう中でそういうものを吹き飛ばすのがやっぱり進次郎さんが初入閣したと38歳でね、これはやっぱり大きなニュースになってると思いますね、この内閣の一つの、まあ、今回の一番アピールできる部分かなと思いますけども、まあ、他、まあ、朝発表になりますけど、まあ、皆さんも後で分かると思います、まあ、政務官なんかでもこう、この方入ったんだとこうサプライズな方々やフレッシュな方も入ってましたので、まあ、そういうちょっと若手起用というところもポイントポイント要所要所であるのかなというような印象を持ちました。で官僚出身の僕から言うとね、その閣僚ポストの重みっていうのは、まあ、一概にまあ、言えないんだけど、まあ、基本的にはやっぱり持ってる予算の規模、から、そこに働いている官僚の数、人員ですね、やっぱりその閣僚ポストの重みでもあるんですよ、
やっぱり防衛大臣というのは25万人の自衛隊を動かしてるわけですからね、はい、そういう意味で言うと、はい、環境省っていうのは一番予算も少ないし、まあ、職員の数も多くない役所なんですよ、うん、はい、ただですよ、ただ、はい、その一方で環境省って、まあ、世界的にそうなんですけど、はい、やっぱり地球温暖化の問題にしてもね、はいはい、原発の問題にしても、それど、まあ、僕もちょっと手伝ってんだけど動物愛護の問題にしてもね、はいはい、やっぱりその絶滅危惧種の問題にしても、はいはい、やっぱりその非常にエポックメイキングっていうか、こう、うん、その時代その時代の、はい、まあ、その理念っていうか哲学みたいなものを、はい、その示すバロメーターでもあるじゃないですか、つまり、はい、ヨーロッパと比べて日本遅れてるかどうかなんて、うん、結構環境行政なんかで評価されてるとか、環境行政が非常に、まあ、そうですね、欧米に比べて遅いですね、はい、そうですよ、うん、あのクジラの問題だって、まあ、やっぱりちょっと環境行政みたいなもんですからね、うん、だからそういう意味で言うと、やっぱりあの小泉進次郎大臣が環境大臣になったってことは、うん、まあ、規模やなんかで言うと、まあ、決して大きな役所ではないけども、しかしこう その時に発する話題とか、うん、あのメッセージっていうのは、うん、やっぱりその国民にとっても、うん、世界の各国から見ても、やっぱりこうすごくえってこう聞かれる、耳を寄せてくる、はい、話題だと思うので、はい、そういう意味では、だから若い38歳の大臣がね、はいはい、あのそういうその、まあ、日本の環境行政に、まあ、小泉という大臣がいるんだって、うん、政治家がいるんだってことを、うん、ぜひ存在感あの認められるようなね、うん、あの発信をしていただきたいなと思いますね。あの先生が官邸にいらした頃っていうのは、それこそ小池百合子さんがあの環境大臣なんかなられたのも、はい、あの時もクールビズとかね、だってクールビズもあの頃小泉政権の頃じゃなかったですか。あのね、はい、クールビズ で、あの人はその前が沖縄北方担当大臣だったんですよ、はいはいはい、だからクールビズっていうのはもともとネクタイ、ネクタイしないってことなんだけども、かりゆしを、まあ、同時にセットで持ち込んできたわけ、はい、彼女はね、はい。で、それでみんなかりゆしかよって、ちょっとこう抵抗感があったわけですよ、うん、その東京できることについては。はい、だけど、その時に僕が申し上げたのは、うん、あの、鹿児島県に指宿っていう町があるんですよ。はいはい、で、指宿警察署っていうのは、うん、もう40年ぐらい前からね、うん、あの、あそこをその、なんていうか日本のハワイっていうか、こうなんか観光地にしようっていう考えが、はいはい、まあ、地元にすごくあってですね、はい、で、警察署の署員も、はい、そのアロハシャツを夏は着ていいっていうふうにしたいっていうのが、あの運動があったらしいんですね、はい、あの先生は鹿児島県警本部長だったんですよね、元ね。そうそうそう、はい、それでそれはだから警察の内部ではやっぱ組織的に認める、あの承認されなければできない特例ですから、はいはい、あの毎年指宿警察署が5月何日ぐらいになるとこう、はい、県警本部に伺いが上がってきて、まあ、地元 の運動としてその、うん、まあ、アロハシャツを着てでもその、うん、南洋というか観光地みたいな感じしたいので、うん、あのそういう服装してよろしいかって聞いてきて、うん、毎年、まあ、機械的にそれよろしいっていうふうに、ん、あの出してたんですよ、うん、でその話を僕は官邸でして、うん、まあ、いいんじゃないですかと、指宿あたりじゃ、うん、アロハシャツを昔から着てるしね、うん、あの大島紬を鹿児島議会なんかはね、県議会なんかは着たりしますもんね。だから沖縄で狩牛っていうんだったら、うん、かりゆしを巻きるっていうのは、まあ、うん、日本 全体でもね、はい、別に、はい、あの一つの政策的に進めればいいんじゃないですか、はい、クールビズの一環だって言えばいいんだからっていうこと、はい、それでだから、はい、あの沖縄北方担当大臣が環境大臣になってきたときにかりゆしというものを持ち込んできて、うん、クールビズと一体にして、はい、小池大臣がそれを広めたってことですから、はい、非常にそれはあの、まあ、環境大臣として、まあ、そのさっき言ったメッセージを発したってことになると思いますね、はいはい、で永田町でもあの本当にあの今ですね、与野党 あの先生方が結構こう夏の参院選とか仮牛を着て応援されてるとか、本当にこう最近では普通の風景になんかなってきましたね。そう今年特に暑かったからね、はい、暑かったから、まあ、はい、僕なんかはあの自民党とか、はい、あのまあ、いや野党系とかっていう区別なくね、はいはい、大体真夏の服装を見てて、ええ、真夏にネクタイしたり上着着てる人ってこれ保守的な人だなって分かるわけですよ、はい、いるじゃないですか、はい、野党系でもね、はい、いるんですよ、ネクタイしてきたり、はい、あの人前に出るときにやっぱりその上着着てネクタイつけなきゃって思ってる人はね、だから何党に属してるかよりも性格が保守的かあの革新的かっていうのはね、うん、かあのクールビズを実行してるかどうかで分かると私はあの見てましたね。なるほど。あとあの、そうね、確かに性格がこうすごく真面目だったりね、
あの、そうそうそう、ある種こうちゃんとパシッと暑いのにきちんと上着を着てネクタイをしてっていうのが、そうそう、汗びっしょり、ね、汗びっしょりかいて、それをこうハンカチで拭きながらいるのが昔ながらの日本人だってイメージがあるんですよ、それでそういう方かどうかっていうのはだからウルビズを進めてるかどうかで分かりますね、なるほど、確かに。だからそう、ちょうどクールビズなんかも小泉内閣の頃でしたね。そう、そうそうそうなんですよ、だから最初の年は実は、官邸ではネクタイを外せっていうことだけを言ってたんですよ、そしたらやっぱり地方から出てくる方たちはきちっと一番ダークスーツの、一番家にあるいいスーツにネクタイをつけて東京まで出てきて、官邸まで来てみたら官邸の入り口にどうぞネクタイをお外しくださいって書いてあるんですけど、それだけでは外せないんですよ、せっかくつけてきたんですから、東京まで。それで、なんか漫画みたいですね。漫画ですよ、急に外せって言われても、一休さんのこの橋渡るべからずと同じような感じみたいな話でね、急にどうすりゃいいんだと思っちゃうわけですね、一番いいネクタイつけてきてるわけだから。それで2年目になる前に小池大臣から、いやそうじゃなくて仮牛を着るとかね、それからその、ノーネクタイの時に着るワイシャツ、シャツに、ちょっと、自分で選んで素敵なシャツを着てくれば、それは一つのファッションになるだろうっていうコンセプトを、小池大臣が持ち込んできたから、そうか、このクールビズもファッションになるんだってことを、ね、気がついて、クールビズが浸透したっていうか広まったんですよ。はい、単につけてきたネクタイを外せばいいってだけのクールビズでは多分定着しなかったと思うんですね、そういう意味では男性がすごくちょっとカラフルな今までだったらなかったけど割とピンク色ですとか明るい色のシャツを着られる、党首や政党与野党の党首幹部増えましたよね、それでね、その全国には結構ねネクタイの産地ってあるんですよ。あります。山梨も郡内なんかそうですね。いや、そう、はい、どこっていうどこでも差し障りがあるから言いませんけどネクタイの産地があるんですけどもね、ネクタイの産地からはまたクールビズやめろっていう声も結構上がってきたんですよ。なるほど、政治っていろんな意見が、あるわけですよね。これだから、やっぱそれを跳ね返してあまりやるぐらい新たなファッションとしてそれはビジネスにもなるんだよ、そのワイシャツにお金をかけるとかね、男性がそういう売り場にそもそも行かなかったのが行くようになったわけですから、クールビズになったから、なんかちょっと洒落たシャツはないかなと思って買わせるようになったわけですからね。僕はなんだっけな、襟だけついてるやつはなんていうの、ボタンダウン、ボタンダウンじゃないですか、襟だけついてる、襟だけ柄がついてて、はい、下が無地のワイシャツもありますよね。あります、はい、ちょっと今名前がですね、分かります、おっしゃってると、ああいうものも、そのクールビズが導入されるとなった時に、みんな真剣にいろいろファッション見て回ったら、これちょっと洒落てるねって言って流行り始めたんですよ、はい、だからそういう意味ではやっぱり着眼を与えてくれると人間ってのはいろいろ楽しみも見つけてできるんで、ぜひその、環境行政でもね、そういうその、なんか公共事業みたいに大きなお金を動かすとかそういうことじゃないんだけど、頭を使ってむしろやっぱり、我々のその環境に対する理解、認識っていうのを高めるようなね、そういうこう発信を、若い環境大臣にしてもらうと楽しいなと思いますね、そういうところはぜひ期待したいところですよね。そう、はいはい、そうです、はい。あとは先生、何か この人事はとかございますでしょうか。この人事はと思うのもうすら2つ3つはありますけど、言い出したらね、喧嘩売ってるのかと、喧嘩国民の、ね、中にそのこれはどうなんだと思ってる人をまたなぜ重用するのかっていうね、はいはい、のもありますけど、名前挙げるのも失礼だから、どういう対応は新たなポストでされるかにもよるんですけど、でも最初の記者会見からかなり喧嘩腰になっちゃった人もいましたからね、だから、ちょっとその辺は、もうちょっと様子見てからコメントしたいと思います、はい、本当に長い時間ちょっと予定も大幅に、長くなりましたが、またちょっとでもやっぱり小野先生のお話を伺うとね、一味も二味もね、こう知らないことがたくさん出てくるから、また面白いでしょ、面白いですよね、はい、いやまたぜひ先生、いつも私がね、いろんなお話を先生から伺ってて、これは絶対皆さんに拡散しなきゃと思うことばかりだったので、いや本当に、伝えるネタがなくなったらまた僕に電話ください、お願いします伝えるネタっていうかいつも伺いたいぐらい先生もお忙しいので先生、そうしたらまた
あ、そう、最後に私がちょっと個人的に伺いたいことがあったんで、ちょっとこれ伺うんですが、あの先生はあのドローンの専門家でもいらっしゃるんですけど、あのドローンなんかがね、今こう例えば台風被害とかこう山岳部とかなかなか人が行けない地域なんかのこうその災害用にこう使うとかって運用とか、このドローンの活用なんていうのは例えば環境行政とか、それからその災害の時なんかを役立つとかなんかありますか。ちょっとそれ今日ちょっとそういえば先生にこれを伺いたいなと、たまたま私はちょっとすみません、あの個人的に尋ねたかったんで、技術的、物理的には大いに可能性はあるんですけど、はいはい、今のそのドローンをめぐる法規制というのは、はいはい、ドローンがその市街地の安全とか、はい、航空路の安全とかを妨害しないように、うんうん、ドローンをなるべく飛ばせないようにする、はいはい、制約、それが法規制になってるんですね、はい、だから発想を変えてドローンを有効な今、うん、いくつか例を挙げられたようなことのために使いましょうという、うん、発想の大転換をしないと、うん、ダメですけど、うん、やっぱり国土交通省航空局が所管って言ってる限りは、うんうん、国土交通省航空局の所管してるのは、うん、本当の実機って言いますけど、本当の航空機、飛行機ですよね、うん、それの運航の方ですから、うん、ドローンは果たして航空行政なのか、うん、陸上行政なのかっていうと、うん、かなり陸上の行政に近いものなんですよ。ただ車輪がついてないというだけですから、うん、はいはいね、だからその発想の転換ができて、しかもそれをどこの行政がしっかり、うん、まあ、監督するって言うと規制するばっかりになりますけど、はいはい、そうやってちゃんと手当てするかっていうのを、ね、はい、考えないと、はいはい、今はだからその手当てする役所も決まってないと、はい、結局ダメだダメだ飛ばせるなっていう方の、規制ばっかりは進んでる、まあ、特に来年オリンピックもあるってことで、今国家的行事があるってこともあるんで、はいはい、なるべくそのドローンを悪さして使うことがないように飛ばせるな、はいはい、重要な施設の前で飛ばしちゃいけないという方の規制ばっかりが、はいはい、広がってきてますから、はい、もう一回、二回とは頭チェンジしてもらわないと、うん、今言ったような使い方がね、うん、実用的にできることはできないですよ。つまり技術的にできないんじゃなくて、うんうん、実用化するためには、法的ないろんな枠組みをクリアしなきゃいけないんですね。まあ、そうですね。だからただし例えば災害の地域なんかで例えば人が入るよりもまずねドローンでちょっと視察をするとか、例えば火山が噴火したとかね。それはいいんですけど、うん、例えば、うん、僕言ってるのは例えばね、うん、車だってナンバープレートがあるじゃないですか、はい、ドローンにナンバープレートも ついてないしね、ドローンにその個別の飛行機みたいな自分の個体識別をするような発信する信号もついてないわけですよ。今ね、そうすると、うん、落っこってきても、うん、何のこれドローンなのかはわからないじゃないですか、うんうん、はいはい、で車検制度もないし保険制度も、はいはい、まあ、あるけども任意になって、確かに確かに、だから、うん、で利用者や所有者の登録もしてませんよね、うん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 、だからそういう形だといろんなことに使えるってみんな僕とか聞いてくるんだけど、うんうん、でも必ずそれ事故った時どうするかとか、トラブった時どうするかとか、うん、あるいは行政との関係で問題ないかっていう時に、うん、ほとんど何もないっていうのが現実なんですね。つまりその制度が、うんうん、だからやっぱりそういう社会の中で使うためには、社会の中で使うための制度、番号、保険、車検、定期点検とかね、うん、それからやっぱり操縦者の免許みたいなものもちゃんと公式に信用のあるものにしないと、うん、そのうん、公園の猫を可愛がる人と保健所に連絡して、駆除してくれっていうのと対立してると同じように、うん、ドローンを有効に使いたいっていう人とね、うん、ドローンは邪魔っ気っていうか危ないもんだから規制してくれっていう人と必ずこれ揉めますから、うんうん、そういうところやっぱり、うん、この辺が社会的に任用されるラインなんだってことをね、例えばドローンっていうのは僕のうちの前でも誰のうちの前でもちょっと庭があるとするとね、うん、はい、その飛び越すことできるじゃないですか、はい、じゃあドローンって人のうちの上飛び越していいのっていう問題ありますよね、はいはい、人の家の庭を、はい、庭先をね、はいはい、通り抜けたりしていいのかっていうのがあるじゃないですか、はい、そういう基本的な問題についてやっぱり解決をこうなんだっていうふうにそのなんかこう決めていかない、決めっていうかルールを決めていかないと、うん、通り抜けるだけならいいけど、そこで止まって作業するんだったらダメだとかってなんか決めないとですね、うん、それはやっぱりその土地所有者から苦情が出ますよね、うん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 、そういうのもあるんで、うん、まあ今いくつかその、うん、チャオさんおっしゃったみたいな使い方が、うん、ほぼ実用
レベルまで来てるのはわかるんですけど、うん、実際に使うためには、今言った社会制度としてのドローンについて、いくらもやっぱり社会的にこう認知を受けなきゃいけないルールや制度がまだまだできてないんで、うん、はい、僕はそれを今、論文というかこう、はい、メモにまとめて、はい、まあ、発表しようと思っているところなんですけど ね、なんかそういうのを今先生がされてるってちらっとね、お話で伺ってたから、そうだちょっと伺ってみようなんて、また先月なんかも浅間山が噴火したりとかしたもんですから、だからそういう意味で言うと、その防災用とか緊急避難用とか、うん、はい、警察とか消防とか防災用のものは、うん、そういうなんか例外で先に使われるようにするっていう、うんうん、やり方もあると思うんですけど、ね、でもそれでもやっぱり保険とか番号とか定期点検とかそういうぐらい最低限の制度はないと、はい、やっぱりいくら消防のドローンでも落っこちてきて怪我したら、はい、怪我した人は我慢できませんよね。はい、はい、大丈夫ですか。はい、まあ、その辺はだからちょっとまだまだ、はい、議論をしなきゃいけない社会の中でね、はい、と思いますね。わかりました。やっぱりそういうお話聞いてると、やっぱり政治やこういった新しい取り組みっていうのを落としどころがね、政治の、うん、関与は非常に大事だと思います、落としどころと、それからその枠組みを作っていく制度作りの そこの部分っていうのがやっぱり、まあ、小野先生得意な分野でもありますけど、ここがすごくやっぱりこう政治家の先生の知恵の出しどころなのですかね。要するにその、うん、まあ、落としどころというかね、落としどころ、うん、そこを見つけてあげなきゃいけないんですよね。なるほど、わかりました。本当にいつもありがとうございます。本当に今日は内閣改造の話を伺いました、はい、小野次郎先生でした、はい、ありがとうございました、はい、ごめんくださいませ。おやすみなさいませ。失礼いたします。はい、はいはいはい、ということで、良い子の皆さんありがとうございました。いかがだったでしょうか。いやーね、すごく皆さん面白かったんじゃないかと思います。ここで、ポポンプグニャンさんを、ちょっとねお呼びしてみたいと思います。ポポンさん他のキャスをしていらしたということで、ちょっとね小野先生のお話をこう中断するタイミング、ちょっと他のコラボに切り替えてというのが今なかなかできなかった、後でまたポポンさんの方に上げていただこうと思いますが、今ちょっとお呼び出し、してみたいと思います。はい、まあ、ちょっと小野先生はいつもねいろんなお話を伺うんですけど、ちょっとポポンプグニャンさんです。はい、はい、はい、もしもし、ポポンプグニャンさんです。いや、小野次郎さんいかがでしたか。あ、すごく良かったです。あ、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待って大丈夫ですか。はい、ポンポンポポンポンプグニャン、はい、です。あ、すいません。いや、今、はい、電話と思ってなかったです。すいません。ちょっと、はい、で、いやいや、すごい良かったですね。小野次郎先生のお話。はい。さすがですね。はい。内閣総理大臣秘書官でもある。ポポンプグニャンちゃんの、バナーで、ポポンちゃんと小野さんが並ぶ日が来るという恐ろしい時代が令和になってきましたね。いやいやいや、うん、本当に、いや、すごい。いや、でも、相互フォローをやったんですね、うん、ずっと前からね、本当に。そうですか。うん、そうなんですよ。いやー、すごいなと思って、うん。鹿児島県警の本部長やったっていうのもね。だから悪い子はね、本当にお仕置きされますね。怖いですね。いや、大丈夫。チャオはとっても仲良しですけどね、まあ、本当に、本当になんていうか、でも、警察官僚でいらしたんですけど、なんかウィットに富んでてユーモアもたくさんあって、そうなんかね、たくさんアイディアの方向でいつもいろんなことをこう、これってどうなのとか、あと難しい制度や仕組みの話なんかもすごく分かりやすくお話してくれるんで、例えばこんなのがありますよとか、小野先生すごいこうお話ししてて楽しいんですよね。いや、これ言っていいのかどうかわかんないですけど、うん、はい、言ったら、カットしますんで、あれなんですけど、うん、いや、うん、デーブ・スペクターさんのね、事務所にも所属されてる、ね。そうなんですね。小野先生は、今、本当に文化人としても大活躍で、本当に。すごいんですよ、うん、本当に、うん。そうですね。デーブご夫妻とね、お親しくて、そうなんですね。そうそう。いや、もうだから皆さんから引っ張りだこでございます、ね。引っ張りだこですよ、ね。はい、だから本当大変貴重で、よくちゃんの番組に出てくださったなと思って。いや、いやね。うん、いや、仲いいんすよね、本当に。仲いいんです、本当。いや、いや、いや、もうそれで。すごい、貴重な話いっぱい出てましたよ、僕、途中から聞いてた。SP の話とかね、面白かったですね。SP の話。
SP はあの笑ったりね、いろいろ本音とかね、いろんなこと言っちゃいけない、ね、もうポーカーフェイスじゃないといけない、うん、ポポンちゃんちょっとできないですね、そうそう SP ね、できない、うん、もうニヤニヤしちゃダメです、ニヤニヤしたり笑ったりね、男やねとか言っちゃダメですよお世辞の一つでも言ったらアウトですからね、もうダメです、みんなね、怖い顔します、怖いというか、キリッとした顔しますからね、そうそう、いやというねことですが、本当まあでもいろいろこう みんなのこう疑問だとか、ちょっと内閣改造のこととかでも腑に落ちることがたくさんあったんじゃないかなと思うので、また今日の話もとても良かったですね。この調子でね、まあ、お勉強の秋ですからいろんな方に出ていただいて、またいろんな、ね、話題を、でもまた小野先生にもご出演していただいて、あ、そうですね、ね、今度ちょっとポポンさんも一緒にね、あ、そうですね、今度は、ぜひ、本当に、参加していただいて、いや昨日のね、はい、袖ヶ浦市議の根本さん、根本市議ね、なんかもう再生回数がすごいんですって、いやもう1000回超えてますから、すごいですね、本当にもうね、やっぱり皆さん見てくださる1200回ぐらいになってますかね、はい、まだ1日経ってないんですけど、ありがとうございます。まあ、根本市議今日もね、袖ヶ浦で走り回って頑張ってらっしゃってね、まだ停電は ね、ね、千葉県まだたくさんあるんで、大変だと思うんですけど、いや本当にそうです、まあ、ちょっと書きましたけど、とにかく水温18度、今日ツイートでも書きましたけど、水温18度だと川4日間でボウフラから大人の蚊になって、皆さん血をね吸って、蚊に刺されたといわれるね、ふくっと赤く腫れて痒くなりますから、まあ、そうならないようにこう台風とか豪雨被害があった時はさっさと水たまりとかね、お家に古いタイヤとかなんかこうなんかこうね、バケツとかそういった、なんて植木鉢とかの空いたのなんか置いてあると、もう水が溜まっちゃってそこにボウフラが湧いちゃったってことなんかがよくありがちなんです。ですからあっという間にもう蚊の発生期になっちゃうんでね、そこがね、発信源になっちゃうんで、とにかくそういうのは水たまりを見つけたらその水を捨ててとか土で埋めたりとかするということをぜひですね、やっていただいて、それからやっぱり公衆衛生国立感染症研究所の先生なんかともお話ししましたけどね、食中毒とかこの時期大変起こしやすいので、停電した後のこの冷蔵庫のもったいないと思っても、古い食品類はもう食中毒のもとなので、まあ、ちょっと気をつけて、そちらは冷蔵庫のものは冷蔵庫実は細菌源ありますから、そのあまりそこは召し上がらないように、古い牛乳とかね、まあ、ポポンちゃんなんかつい食べちゃうと思うけど、それ我慢していただいて、なんでやねんなんでやねんって、いやいやいや、ありますよね、ちょっと賞味期限過ぎたやつをね、ちょっと我慢してそこはね、冷蔵庫に入ってたシュークリームももったいないけど、それ食べちゃダメです、お腹壊します。でそしてうがい手洗いをよくしていただいて、もううがい手洗いがもう、ね、人間としてこう元気に生きていく、もう特に選挙期間中とか風邪はね大敵ですから、冬の選挙も夏の選挙も、ね、絶対ね陣営で誰かが風邪ひいたらそれみんな移っちゃうから、でも絶対風邪はダメですね、もう候補者風邪ひかしちゃダメですしね、だからもううがい手洗い、これ手を洗うってこれ本当に大事なことなので、よく洗ってください。これは基本的なことをね、基本的なことをしていると、そういうだからやっぱり佐賀のね豪雨被害の後にノロウイルスなんか避難所で集団感染とかありましたから、とにかく皆さんよくね、そこだけは丁寧にやってください、お願いしますね。そうですね、はい、気付けてほしい。あと旅行とかにね、東南アジアとかに行かれる方とかもたくさんがお好きで行かれる方なんかもいらっしゃると思うんですけど、中国とかね、ぜひですねこれやっていただくといいんですけど、東南アジアなんかとかそういうこう屋台とかね、で、まあ、買い食いというか食べたり食べ歩きみたいなのが好きな人っていらっしゃると思うんですけど、日本からぜひマイ箸、自分の箸とか、まあ、エコを意識する人はマイお箸を持ってったり割り箸を持ってかれた方がいいと思います。というのがやっぱそのお箸に雑菌細菌があって、結局そのお箸を洗ってるお水がどういうお水かっていう問題があるんですね。
あ、で、チャオは子供の頃東南アジアに住んでまして、まあ、その頃に鍛えられたのか、だいぶ、でも普通よりもね、お腹とかを壊しにくい感じだと思うんですけど、いや、本当に、いや、まあ、免疫ついてるかもしれないんだけど、いや、まあ、でもね、いや、子供の小さい頃なんか幾度となくお腹壊した記憶ってある、もうなんかすごく高熱になった記憶とか、やっぱりこう、東南アジアなんか40度近い熱でうなされているのとか、今でもなんか子供の頃の記憶であるわけですよ。でね、その頃すごく気をつけたことって、今も気をつけてることなんですけど、生のやっぱりフルーツとか生のサラダとか、ついついやっぱりこう日本で当たり前に食べてるものっていうのは、どう、お水がまず日本はね、本当に水道をひねると水道のお水が飲めるっていう国は日本だけっていう、ほぼ日本ぐらいですよね。そうだから、その安心安全にそのやっぱり飲める、だって ほぼね、海外はミネラルウォーターですからね。で、まあ、今でもそれでも、あの水道水飲まないでね、ご自分でペットボトルとかウォーターサーバーをお家に入れてる人とか、そういうこうおしゃれ重視とか、私はこの水がね、体の中に、私の水分はこのエビアンでできてるとか言ってるね、こう、まあ、ルタ君とかゴマの先生のような人いるかもしれません。そんなこと言ってる、いや、わかんない、今適当に言ってんですけど。いやいや、ね、わかんないだけど、あのそういうんじゃなくて、とにかくね、あのまあ、ね、そうそうそう、そういうお水っていうのはやっぱりすごく大事ですから。そうですね、うんうん、だからまあ、あの体、そうそう、だからその、どんなお水でね、野菜を洗ってるかとか果物を洗ってるかっていうところがあって、お料理なんかは火を通してるものはいいんだけど、だからお箸は持ってくっていうことと、あとできるだけだから、こう屋台とかでこう出されたお水とかに氷が入ってるとかっていうの、それで結構お腹壊しちゃったりするんですよね、皆さん。東南アジアで旅行してて、氷がだからどういう氷か分かんないじゃないですか。例えばそこでコカ・コーラを頼んだり、お酒を頼んだり、それに氷、アイスキューブの氷が入ってたとして、その氷がちゃんとこう一回こうね、あの煮沸した、沸騰したお水で湯冷まして作った氷なのか、ミネラルウォーターで作った氷なのかどうかって問題もありますよね。あ、はい、怖いね。なのでね、あのまあ、あのまあそういうね、あの気ぃつけなあかんのですよ。で、まあ、人間ね、生きていくため、もうサバイバル術をね、この時代人間いつこういろんな災害に巻き込まれるかね、人生100年時代はですね、あの長生きする秘訣と健康でいるコツというので、まあ、うがい手洗いと、うん、あとまあ、あのやっぱりこうお箸を持っていくとかって意外と大事かもしれないですね。だからそういう、あの防災グッズとか自分のお家の避難グッズの中にもお箸入れとくといいかもしれないですね。うん、あ、お箸ね、お箸大事。なるほど、うん、お箸とかそういうもの意外と大事かもしれないです、はい、そういうものが衛生であれば、まあ、まあまず大丈夫ですね。いや、今千葉の人もね、本当にちょっとお箸とか気使った方がいいかもしれませんね、本当に。まあ、あのお水がね、だからなんかお水がなかなか使えないっていうと、こう溜めたお水で洗うとか、まあ、いろんなこうね、いろんなことがあるから、だからまあお水大事です、とっても。まあだいぶ、でもお水はだいぶね出たり、でもね、なんかあの今いろんなホテルとか病院施設とかね、そういうとこがシャワーとか大浴場をどんどん貸し出ししてたりしますよね、皆さんに開放して、うん、あ、そうですね、この夏場ですから、あの暑いのがね、うん、そうなんです。まあだから、はい、うん、まあ、皆さんね、今日はちょっと本当にあの官邸の危機管理のエキスパートの方の後に、まあ、ちょっとそういうね、まあ、ちょっと分かりやすい日々のうがい手洗いとか、なんか一段とちょっと、まあなんか、まあ、生活感いっぱいの話になっちゃいましたけど、いやいや、その僕たちの危機管理っていう問題で、身近な危機管理も大事、身近な危機管理も大事ね、同じ、うん、っていうお話でしたね。じゃあポポンさん、ぜひまたちょっとこちらもあのアップしていただいて、小野次郎先生のお話、はい、またね、貴重な話ありがとうございました。ぜひあの小野先生に、今度はちょっと増税のことだとか、10月からの消費税の話とか、またいろいろちょっと国会が ね始まる直前直後あたりにでもまたご出演していただきましょうかね。あ、国会をちょっとということでね、また小野先生お呼びしたいと思います、はい、本当にお招きして、よろしくお願いします、ね、皆さん、はい、あのぜひ小野先生にお話面白かったとたくさん
コメントを、感想などをね、そうそう、お寄せいただいて。ツイッターでもすごいですかね、小野次郎。そうそうそうですね。あの、本当に、普通なかなか聞けない小野先生が、良い子の皆さんに楽しく、気さくにお話ししてくれたので、あ、質問タイムとかも作っとけばよかったですね。あの、あらかじめそうしたら今度出るときなんか、小野先生に聞きたいことを募集中とか、そういうのをやればいいですね。そうですね。うん、事前にね。じゃあ今度そういうのもぜひしましょう。じゃあなんかそういうスペシャルゲストいろいろ出ていただいて、あ、そう。まあ、ね、まあ、ちょっとあの、うん。今日の組閣っていうかね、内閣のあの、チャオさんのノートも、ね、ノートもぜひ買ってください。え、あの、ね、内閣のあの、まあ、閣僚ポストが決まったんで、もう明日、まあ、発表になりますけど、まあ、明日まで待てないというね、もう明日まで気になって気になって寝れない良い子っていうのはいると思うんです。お仕事から気になる人たちって、まあ、役人の方もそうですけど、まあ、そういう人たち含め、あの、まあ、知りたくて知りたくてうずうずしている人はぜひ、あの、ノート買ってください。いや、チャオさんの情報ってあのマスコミより早いですよ、これ。確かに早いですね。すごいですよ、これ本当に。確かに早いですね。何で持ってんのや、みたいなね。そう、内閣改造、組閣、何でやねんって思う。そう、組閣、組閣対策本部会って思われますよね。そう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 。まあ、ぜひね、本当、いや、いろいろ詳しいんで、はい、それも。ちょっとびっくりな、はい、あの副大臣、政務官人事なんかもありましたからね、まあ、ちょっと吉江さんが入ってしまわれるとかですね、もういろんな、あの、和田政宗さんが入って、まあ、安心してください。そうそう、あの杉田水脈さんは入ってませんからね。あ、それはなかった。なかった。いや、それでもね、うん、って思いました、今聞いた名前でね、うん、まあ、今井より子さんは入ってますからね。そういうね、もう、でもネタバレしないけど、まあ、お話、まあ、そういうのを知りたい良い子の皆さんは、ぜひ、あの、ノート、買ってください。ね。うん、まあ、今ちょっと、あの、また、あの、そんな感じでやっていきたいと思います。ポポンさん、ありがとうございました。また、そちらも、あの、宣伝していただいて、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あの、ポポンプグニャンさんと今日は、そして、小野次郎先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、どうも、チャオです。どうもありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。